여러분안녕하세요유리짱입니다안녕하세요원인입니다여기서이렇게촬영하는거는2주거의한3주만인것같아요3주만에찾아왔습니다일본은요이제잠마가왔고요아멘오토오키기나가라데스네혼지츠와유리짱다이독슈한국ってやっぱり愛に熱い国なんだなって思いながら韓国の愛情表現について本日はご紹介をしていきたいと思います日本と、まあ、韓国を比べた時に韓国の愛情表現めっちゃ深くてちょっと日本と比較しながら見ていきたいと思いますそれでは行きましょう日本ではよくその好きとか言ったりするけどこれは絶対な絶対っていうかなかなか言わないっていうのがあってそれが사랑해愛してるって日本人の私からするとまあまあ重いんですよ好きとか大好きはめっちゃさっきから言ってるように言うんだけど愛してるって結構な重量がある愛してるって使ったことがないかも그러면은일반적인뭐고등학생들끼리사귄다거나뭐대학생들끼리사귄경우에는스키라고하는데아이시테르라고는잘안하는편인가요저는안썼어요아이시테르와뭔가조금토리하다닿는けど逆に한국で言ったら좋아해も多分使うけど사랑에めっちゃ使うよ어그죠그죠그죠굳이사랑하는사람이아니더라도손님한테라도쓰는경우가많죠아そうでしょ、네、あの電話とか、네、고객님なんか사랑합니다고객님だからその韓国語を勉強してる日本人の立場からするとあ韓国って好き大好きとかも使うけどそれよりも親しみのある愛の表現としては愛してるの方がよく使われるんだなっていう、うん、これは多分たくさんもうほとんどの人が思ってると思う日本人で、うん、韓国語では愛してるって言えるけど、うん、いざじゃあ日本語にして愛してるって言うってなるとあの慣れてない人が多いと思う次はこれ結構やばいこれをあそ本当に好きな人だったとしてもギャグに聞こえるくれあ笑わせようとしてるんかなみたいなまあ紹介しましょうこちらですねっくんこねっくんこうん本郷さんちゃじゃせよねっくんこ자기전에そうやろ、うん、ビビるビビるえあのあのおった느낌이에요들으면夢の中で会いましょうってさ別に夢の中で会わんでよくない連絡取ったらいいし、ね、今の時代だったらスマホがあるから、うん、映像通話4サムトンがとかしたらいいし、うん、でも確かに遠距離とかしてて現実世界に物理的に会えない状況とかの中で会えたら嬉しいけど夢で会おうねとか俺の夢見てとか言われたら寒くないどうもちっちゃかなかったよあでも結構今はそんなにないけど韓国の恋愛っていうのは、うん、愛が結構重めの愛っていう印象がある好き好き愛してる愛してるで、너무좋아하니까처음에는어떻게좋잖아요사귀면은、うん、꿈에서도만나고싶다이런생각을해본적은없어요夢は、네、アイドルとか普段会えない人が出てきてほしい꿈에서까지는조금아닌것같아요夢の中でも会いたいなはないかも次、너밖에안보여あとは너밖에없어っていう2つ왜요일본에서이거는조금그래도마일드한표현아닌가요ちょっとさっきに比べたらマイルドに내꿈꺼보다는살짝내꿈꺼와마지でやばい、네、まあこれもお前しかもう考えられんわみたいな感じかな、うん、まあでもこれは本当に普通に単純に自分が好きな人に言われたらすごい嬉しいじゃん、うんうん、他の女の子見えないんだこれに関してもすごい嬉しいんですけど結構愛の重さは感じるやん이거는아근데、うん、살짝좀집착하는듯한아そうですよね、네、あなたしかって言ってるから、네、結構これは本当に大事なタイミングで言われると嬉しいかもでも日常的に言われるとなんかストーカーされそう좀누가말하냐에따라굉장히분위기가달라지죠너무조금뭐랄까어린애들이쓰는青春を感じる고등학생이라든지뭐대학생때같은경우에는쓸수있을것같은데아뭐ほんとこうなるときね네솔직히저는원인이상이나한테요리밖에없다みたいな듣고싶어요요리밖에안보여って言われるとちょっと実家帰ろうかなって너무힘들어너무숨막혀무서워요ギャグかなって思う次
私の、あ、でもこれ日本でも使う、私も使うけど、根っこ、君は私のものだからどっか外へ行って何々してはいけませんみたいな、可愛らしく言ったりするんだけど、この根っこっていうのも歌詞に出てくるからね、まあ、日本でもそういう歌詞が絶対あると思うけど、アイドルの歌に出てくるから、根っこはじゃとか、あ、根っこはじゃあったやろ、ねえねえ、めっちゃ流行ったやつ、ね、이 표현의 여태까지 든 것 중에서는 뭐 제일 무난한 표현인 것 같아요. 可愛い可愛い。 이 정도면 뭐 들어도 힘들거나 그러지 않아요? 俺のみたいな? 네. 어때요? 대체적으로 일본 사람들은 내 거까지는 이해를 하는 분위기인가요? 일본인 동시? 네. 가우스가우.私だけのみたいな。でもこれもやっぱり若い子が多いんかな、もうほんと君しか見えないっていう時に、うん、私のみたいな。さあ、여러분마지막이왔어요。아쉽네요。아쉽지만、마지막、最後を飾ってくれるのはこの方です。ねやねにがいっそ。聞きたかった。使う？ドラマで使う표현아닌가요？ねやねどういった、いろん표현이있었던것같은데、ドラマ。あ、그것때문에유행했던걸로알고있어요。いやね、どういった、이거는非현실적인、누가써도キモい、네、한국에서도이거는아마용서가안되는許されない、イケメンやったらありやろ、정말탑스타가아닌이상은공유とか、공유씨라면은뭐현빈、네、현빈씨라면할수있죠。오니니씨와오니니씨는힘들많이힘들죠 그쵸힘들죠악플이많이다르니까유튜브생활끝날수있어요유튜브도 여러분내안에있습니다김호 <기모 웃음> 이거는쓰면안돼요이건잘못된한국어예요잘못된한국어、네、제가아는사람이이걸쓰는걸봤다그러면굉장히저는싫을것같아요극혐극혐으때、네、아結構それぐらい닭살돋는토리하단모노ですね。자반대로일본에서애정표현어떤게있어요？아이시아이시들과이와나이나아무리스키다이스키그럼표현을잘표현자체를별로안하나요？말로요？네아小さい時はよく分かんなかったけど、ちょっと深い話していい？小さい時ってそのストレートにさ好きとか大好きとかそっち見るじゃん。けど大人になってから考えると。ありがとうとかごめんねっていうことも愛だと思う。深っ。尊敬した。はい、ということでですね、今日はゆりちゃんが思う日本と韓国の愛情表現の違いの中で一番愛結構重く感じるぜっていう韓国の愛情表現について見ていきました。まあ、守りとしては、まあ、実生活で使うものもあれば実際に使うわけじゃなくて作品の中で使うとかっていうものもあったりして、まあでも相変わらず韓国の愛ってすごいなって思いました。표현을확실한표현이죠。うん、そうそうそう、なんかねグンってくるのが多い。これが逆にいいって言われてる部分だからね、韓国の、ね、特大魅力の一つでございました。오늘도봐주셔서감사합니다。또재미있는영상으로찾아오도록하겠습니다。안녕。